前回までのアウトラストは？マーティン神父？まあ、死んでるよね。みんなの声か、これは。ごめんな、神父。おー、なにこれ。え、配達出口だって。いやー、また出たよ。また出たよ。おー、来てるー。どうも皆さん、こんにちは。ワトソンでございます。それでは、アウトラスト続きの方を遊んでいきたいと思います。前回は、この謎の研究所エリアに来たところで終わりましたので、今回その続きとなります。で、前回はね、なんか、変な幽霊みたいな敵が出てきて、ちょっと、ウォルライダーを倒してくれたんですけども、まあ、幽霊がね、ちょっと敵になってしまったということで、あいつから逃げつつ探索を進めていきたいなと思いますね。そこに臓物があると。ただ基本的にこのエリアは明るいからいいよね。特に暗視モードとか必要ないし。ここを飛び越えるってことはさ、逃げる時があるのかな？この先行くと出るんだよね。で、あいつなんかね、暗視カメラを使わないと姿が見えないとかね、そんな感じだったんだよね。なんか逃げ道あんのかな、そもそも。このトイレの中とか？わお。オープン。あ、なんもないよね、トイレの中には。やっぱ幽霊を何とかしないといけないのか？それともこっち？この先行くとやられるんだよ。っていうか前回それでやられたんですよ。なので行く先はこっちかなと思ったけど、こっちには何もない。何もない。なんでここにカメラだけ置いてあるんだろうね。しかもこれ、ああ違った、モリンだった。ソニーかなーって思ったけど、全然違ったわ。ってことは、この先行くっきゃないのか。で、あいつがさ、なんか、カメラを使わないと。ほら、出た。うわ、めっちゃ音がうるさい。来た。いた。やばいね。ちょっと音がうるさいね、これ。どっちだ？こっちか。いや、違うな。うわぁ、くっそ。基本的に、2発殴られると終了か。音がうるさかったね、さっきの。ヘッドホンで聞いてるからね、すげえうるさく感じちゃうんだよな。ここで逃げろっていうことなのかな。やっぱ追われるとちょっとドキドキしちゃうよね。扉を開けておいて、逃げやすくしようか。いや、場所を。ここも開けといて。よし。でも行く先はあそこしかないんだよね。どうしよっかな。姿は見えるはず。早っ！行った！早いな、あいつ。どこ行った？いや、来てる。後ろいるなぁ。どうすればいいんだろう、これ。こっちから。進めた？これ。この隙間を通りつつ、上がって、来てるね。後ろから来てるよ。で？あー、閉められた？やば。終わった？と思ったら終わってなかった。え？びっくりした。一応、
積んだのかな。あーマジで追われるってめちゃくちゃドキドキするな。セーブは入ったで、でもずーっとアラームなってる。リストリクテッドエリアオープン。なんだろうね、リストリクテッドって。うわぁ、なんかすげぇ、重厚そうな扉。開くの？開くんだ。うわぁ。何これ。なんかここら辺電池とかないのかな？もう電池いらないのかな？正直言うと。何あれ。すげぇ機械じゃん。なんか人の脳波みたいなのが映ってるね。これは、顕微鏡で見たウイルスとかかな。まあ、マクロの世界とか言ってたからね、なんか。左側のサブ液タンクのバルブを閉めましょう。何されてるのこれ。やば。ここはもう割れてるし、ここはもう血液でいっぱいってことはもうなくなってる。いるじゃん、誰か。誰？左側のサブ液バルブを閉めましょうって。いや、そのサブ液タンクってさ、何の液体なんだろうね。音が怖いよ。バッテリーゲット。開かないじゃん。ここのバルブ閉めるんじゃないの？ってことはここを開けるために鍵が必要っていうことかい？じゃあまああっち行けってことじゃ。一体ここの施設は何なんだ？まあ、なんか前回さ、医者というか、変な人から、この施設の概要みたいなの教えてもらったけど。概要って何だ？概要はね。なんか変な実験してるみたいな。それがどんな実験かは知らないんだよね、正直。ライフサポート、フルエッド、リザー、ボイラー。よくわからんね。オープン。念のために扉二つ開けとこう。逃げるときに引っかかっていけないから。だいぶまた入ったね。もうなんか、精神病院からすごい近未来のさ、FF じゃないの、ね、?SF チックになったよね。FF になったらファイナルファンタジーだもん。うわ、すごいな、これ。ほんと何なんだろうね、この施設は一体。上に上がって、さっき C ブロックだったけど D ブロックに来たね。あ、ここは入れる。特段なんかアイテム的なものもないし、操作、あ、ここにファイルがあるわ。全く読んでないファイルね。まあなんかフレーバーテキスト的な感じなんだろうね。あ、ここか、閉めるのは。え、これさ、来るんじゃないのあいつ。Do not turn the bulb. 回すなって。生命維持液タンクなんだって、これ。第二研究所のジェネレーター電源を遮断しましょうって。リキッドニトロゲン。え？来た！ちょっと待って、来た。どっから来やがった、あいつ。うわぁ、マジかぁ。本当に来たぁ。どこ行けばいい次。どこ行こっかこれ。そこか。開いたか。いやぁ。
なんか前まで実体あったけどさ、ここか、隙間か。幽霊に追われるってめちゃくちゃ怖いんだけど。俺ら、あけぼけい。どこだ、どこだ、どこだ、どこだ。ここ上がります。上がって、上がって。幽霊だったらなんか階段とか無視できそうな感じもするけどね。はっはっは。やばいね、これは。長っていうか、この階段。ジャンプ！どっち？こっちか。くー、後ろから来てる。そこ入れば。いて！なぜか知らんけどさ、あいつこの部屋には入ってこれないんだよね。なんでなんだろう。あのなんか散布するのがさ、ダメなのかな。いやー、つらっ。違う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 。間違えてやっち行こうとしたよ。はい、行きましょう。何なんだろうね、あれは。何を散布してんだろう。あの幽霊だけに有害なウイルスとか、でもウイルスだったら自分死ぬよね。ファイルゲッチュー。ここがなんかジェネレーターってやつかい。目標そんなに見てなかったけどさ。もぎ取るってさ、ジェネレーターのケーブル。ビリーのライフポットの安全装置無効化。こっから食べれる？違うか。ちなんかこの下から行くのかなーって思ったけどさ、そんなことないよね。ついにビリーのライフポット無効化できるのか。ビリーってさ、あの男の人なのかな。でもいたよね、唯一あのなんかポットの中に一人だけ。来るんじゃないの、あれ。止まってなー、めちゃくちゃ怖いな。ここは何なんだ、なんでここだけ。すごい、なんだろう。なんて言えばいいんだろう、あれ。人工的な。やつなのかな。よいしょ。あはー、マジか。お前がビリーか。あー、おー、ナイスキャッチ。あー、いて、あの高さはまずいって。いやー、でも追ってきてる音はしないね。なんなんだ、マジで。ビリーめ。本当にビリーなのかは知らんけどさ、お前だろ、絶対。違うの？どこ？どこですか、これ。いて、ちょっと待って、どこや。ちょっと待って、どこや、お前じゃないのか。ちょっと待ってくれ、ビリー。待って、ごめん。ごめんって。いてぇ。ビリーってあのなんか、唯一いる人じゃないの？違うのか。でもここでいるってことはさ、ここまでは正解なんだよね。ってことは、あの奥が何かあるんだな。どこだ？ビリーのライフポットって。ここら辺はないし。さあ降りて。お前じゃないの？お前じゃないの？お前じゃないな。ここか。俺や。やっぱお前ビリーか。
てお前またか。はは、いって、マジで何なんだお前は。いやあ、あはあ、こんな時でもビデオカメラを離さない。え、複数体いるこれ、もしかして何してるこれ。ああ、おお、え、マジで何したの今。でも機械自体は止まったよね。機械はストップした。もうボコボコですよ主人公。出ていけ。あ、もうなんかめちゃくちゃボロボロになってる。歩くのおっせえ。それはまああんだけ地面に叩きつけられればね、負傷もするでしょうに。あの人は誰だ？いや、めっちゃ歩みが遅い。ちょ、お前誰な？ちょっと待って、出ていけってさ、どっから出ていくのこれ。どこから出ていけばいいこれ。この歩くの遅いのはどうにかできないのかな。ここまで来てさ、この足の遅さはちょっとやめてほしいんだけど。あ、でもここまで来れば。え、なんかまだ幽霊を襲うけど。あー、めちゃくちゃボロボロじゃん。ああ。さっきやられた幽霊にやられた傷が。幽霊の音するけど。気のせいじゃないの？もしかして。おお。もう、ボロボロ。こりゃね、指も切られればそうなるわ。ああ、目が霞む。足、まだだ。まだだ。これは、行かなければならない。よいしょ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 。いやー、あー。これもしかして、エンディングなのかな？よいしょ。もう目がか、うわ、もうボロボロじゃん、ほんとに。もうビデオカメラ持ってない？これ。あー。あー。兵士、上！撃たれるの俺。うわあ！宿主はお前になった。え？いやあ！あんだけなんかいろいろ頑張ったのに、罰食らった。え、終わった。え、どういうこと？ビリーだっけ？あいつ自体は亡くなったけど、その、幽霊みたいなのは俺の中に入り込んだっていうことなのかな？ちょっとエンディングはスキップしますね。っていう感じなのかな？でも一応終わりだよね、これ。新しいゲームで内部告白者ってあるんでね。あ、これはあれか。ダウンロードコンテンツか。そうか、ダウンロードコンテンツか。そうね、まあ次はじゃあダウンロードコンテンツ遊んでもいいかもね。いやー、まあ一応アウトラストのストーリーはこれで終わりなのかな。もしかしたらなんかあの終わり方的にさ、マルチエンディング制だったりするのかもしれないけど。まあ、とりあえず今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回はダウンロードコンテンツやるかな？わかんないけど。次回の動画お楽しみください。それじゃあ、またね。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。概要欄には Twitter のリンクも貼っておりますので、そちらもフォローしていただけると幸いです。
それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。